福島の再生は国の責務であります。必ず成し遂げなければなりません。周辺住民の皆様が帰還を完了し穏やかな暮らしを取り戻すまで原発事故との戦いは終わりません。円滑な賠償、除染、健康管理、食の安全、学校や病院など公的サービスの早期再開といった課題への対応を進めてまいります。一歩一歩着実に成果を出すことで放射線への不安とふるさとへの思いに揺れる福島の皆様の心に寄り添いたいと考えます。中間貯蔵施設の整備についても地元との丁寧な対話を積み重ねながら検討を進めてまいります。福島再生特別措置法案は先週衆議院を通過をいたしました。与野党が一体となって福島再生を後押しするため早期成立を期したいと思います。原子力安全規制は全面刷新でいかなければなりません。最高水準の規制を確立しなければなりません。原発の安全神話にとらわれ事故を想定した備えが不十分であったことは紛れもない事実であります。原子力の安全規制はゼロから再出発させるためにも新しい魂を入れた原子力規制庁をできるだけ早く発足させたいと考えております。あの日最愛の人にさよならも言えずに亡くなられた方々の無念さを思わずにいられません。追悼の思いを復興への決意に変えすべての国民が力を合わせて復興を通じた日本再生という歴史的な使命を果たしていかなければならないと思います。集中復興期間は5年、復興のめどは10年です。1年は復興の長い道のりの一里塚でしかありません。震災直後に生まれた赤ちゃんが10歳の誕生日を迎えるまでには必ずや被災地の復興を成し遂げ力強く蘇ったふるさとの姿を見せたいと思います。